私は雑誌国際情報誌フォーサイトというのを作っていて、はい、その編集長だったわけです。まあ、副編集長編集長で都合15年ぐらいやったんですけど、その最大の役割は裏側から言うと偽物を弾き出すか、いろんな人が書かせてくれと言ってくる、なかなか面白げな企画の提案をしてくる、でもどうもこの人は嘘っぽいぞというのはことお断りする。今で言う、まだ当時はそういう言い方はしてませんでしたけど、これはフェイクニュースだと、いうようなものを書いてきてしまったら、その書き手がいわゆる雑誌でいう没原稿というのを出すことをためらわない、もちろん他にもポジティブなこともいくつも考えてたんですけど、根本的に例えば謀略説に立っているコンスピラシーセオリーを元に書いてくる、これ実は少なからずメディアの中でいろいろ書いてる人たちの中にも少なからず紛れ込んでるんですよね。逆にこれはちゃんと調べていて、ちゃんといろんな情報やデータも読み込んでいて、なおかつ自分の頭で考え分析して書いてくれている、そっちの書き手をたくさん集まってもらいたいというので雑誌を作ってたんですよね。だそうすると自分自身が普段から新聞読んだりテレビ見たりネットで情報を探す時も自分なりのこう尺度を育てていかないと、そういう人たちは選べないじゃないですか。まあ、最後は一方で、多分福田さんもそうだと思うんだけど、一種の人間には動物的感みたいなものがあって、はい、あ、この人は危ないぞとか、ちょっと汚い言葉を言わせてもらうとこいつは食わせ者だぞとか、そういう人を見抜いて、まあ、丁寧に、お付き合いを断る丁寧にお付き合いを断る、はい、そのためには普段から自分自身が自分の感覚でこれおかしいな怪しいなと思う、記事とか、そういうものは常にこう批判的に読むということですね。で、私新聞をその時々で決めて A 新聞 B 新聞 C 新聞とサイクル作りながら、少なくとも一紙だけは毎朝全ページめくるようにしてるんですけども、それ例えば新聞全ページめくる時もどんなに権威のある新聞だと言われていても、ここには多分嘘があるしフェイクがあるし歪んだ部分がある、そういうのを思いながら読んでるんですね。例えば今、菅総理は党役員人事の刷新を行うことを決めて、来週の総務会に諮る見込みだ、みたいな、もうそういう言葉遣いをしている記事自体は最初からちょっとこれは気をつけて読もうと、それはつまり政治家側の論理に半ば取り込まれた人たちが書いてるかもしれない、どこどこ省の事務次官がこの度勇退する、勇ましく退くと書いてあります。なんで勇退なの、普通に辞任で、まあ更新に地位を譲るで十分なわけじゃないですか、すっきりした引退なら優待でもいいと思うんですけど、大体そういう場合ってどこかに天下りして、時間経験者で4つぐらいね天下り続けて、それぞれで4000万ずつぐらいこうもらってった例をかつて調べたことありますけど、それになぜ優待、まあちょっとフェイクも混じってるとか、でも書いてる人はそこまで分かってない人も結構いると思うんですね、そっちの方が多いですね。ということは、編集長がそのある感性によって、すごいベテランでもね、私は没原稿にしますよと。辰巳さんが魅力的なのは、まあ自己否定もあるかもしれませんけど、世の中やっぱりちょっと否定してみた時にご自分の中でアウフェーベンするっていうかね、なんかそのアップデート感を作るようにされてんじゃないかなと思って、そういうのはなんか意識されますかね。単純にやっぱり自分はどんどん古くなっているという意識を常に持つことですよね、ほっぽっとくと日々、アップデートの逆を自分でやってることになるわけなので、精一杯泳いで激流を遡ってるみたいなもので、激流を一生懸命泳いでようやく同じ地点にとどまってるわけですよね、それをまあせめて5ミリでも毎日前に進みたい、という感覚をやっぱり持つことですよね。そうしないとアップデートはできないですよね。ただじゃあだからといっていろんなものをこうむやみに見てればいいかというと、まあ選ぶもの読むものをセレクトしなきゃいけないですよね。あるいは会う人もセレクトしなきゃいけないし、やっぱり自分を少しでもアップデートする人に付き合っていきたいというのが一つと、あともう一つそれを考えるときに、これは私が1998年からイチロー選手をずっと取材で間近で見させていただいてきたんですよね。彼がよく言うのは、自分がここにいた時にもう一人自分の斜め上から自分を見ている自分が欲しいよねと、
振る舞いがオーバーになりすぎたりとか、うんうんうん、あるいは逆にボン出して落ち込んで、うん、すごいな、あのさボンだって野球には10回のうち7回は彼ほどの選手であるわけだから、ね、その時にどうその動いてしまった自分を元に戻すか、そのためにここにもう一人自分がいるイメージを常に持ってるんですって彼が教えてくれたことがあって、あこれはちょっとね真似したいなと思ったわけですよ。僕酒井直樹さんね、はい、コンセプターの、はい、大好きでもう10年ぐらいお付き合いあるんですけど、はい、何が好きかっていうのは怒ってるの見たことないんで、ある時お聞きしたら、あれエネルギーいるからねっていうね、エネルギーで捉えたのか怒りをっていうね、でも彼の中にはいろんな怒りがあると思うんですよ、はい、でも別にそれしないのと、はい、もう一つ尊敬したのは、はい、後輩を先輩と思ってると、で日本って40年ぐらい会社にいるんで、はい、同じコミュニティにいるからどうしても麻痺しちゃって、はい、優秀な人でも、まあ、後輩に対してね、うん、後輩だって思うと、はいはい、そこでアップデート止まっちゃうんですよ、ええ、やっぱ文学って結局今の時代から何をどう切り取ってくるかの部分が大きくて、今の読者が求めているストーリーを作り出すという意味ではやっぱりアップデート感がそういう書き手にも必要なんですよね、うん、でそのためにやっぱ 作家だけではなかなか難しくて、うん、そのお手伝いをするのが編集者だと思いますけどね。